なんかもういきなり小指がこう潜るかと思いました。ちょっと待ってください。これは可愛いでしょ。こんにちは。どうもこんにちは。はい。今日はちょっと 2,3 週間ぶりで、そうですね、何も開けずにいらしていただきましたね、はい、そうですね、ちょっと前回、はい、リフレの方で腹筋するぐらい、足がむくんでたんで、うん、もうちょっとスパンを短くして、ちょっとリフレ中心でやった方がいいんじゃないかなっていう感じで、はい、はい、来ました、はい、すごい好評でしたからねやられてる方はもう本当にもうこううおーっていう感じなんですけど、はい、でも本当にすっきりするんで、はいはい、わざとらしいって声もありましたけど、いやあれね本当なんですよね、あれ多分俺以外の多分動画もリフレ上がってると思うんですけど、はい、本当にあんな感じになると思います。そうですね、でも先生別に意地悪でやってるわけじゃないですよね。そうですね、ちゃんとした成立をした上で結果ああいうリアクションが起きるっていうことなんで、状態が悪いと痛いなんでね。そうだそうだそうだ、はい、でも先生ちょっとね嬉しがってやってますんで、ちょっと若干でもその後のね喜びを想像して喜んでるということで、じゃあ今日もよろしくお願いします。ありがとうございますね。はい、下を乗せますね。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。お怪我とかご病気で足で触られたくないとかないですかね。大丈夫です、うん、吹かれてるだけでなんかもう痛い感じが出てきます。マジですかそれはちょっと痛そうですね、今回。ごくごく軽いですからね、ここ来る前ちょっと一発緊急で編集してきたんで。そうなんですね。そうです、まあ、ちょっとやっぱり座りむくみが出てるかも。どのぐらいかかってます1分時間。ちょっと今日のやつは2時間ですかね、短い3分ぐらいの動画なんですけど、3分に2時間ですか。2時間かけましたね。マジ時間かけてますね。いやちょっとチェックしたりいろいろして、はい、でちょっと1回しくじってやり直してたとかしたら、これしくじったっていう、なんか頭からしくじってるみたいな。私佐々木さんの動画で気になることあるんですけど、なんすか、食べる系のやつの時に、ええ、投げられて渡す、受け取るみたいな、あ言ってるじゃないですか、ええ、あれ誰かいるんですか。誰もいないです。どうやってやってるんですか。ああだから回しっぱなしにして、はい、1回上掘り投げてキャッチして、だからそのキャッチするとこだけ、編集して出せばあんな感じです、でもなんか上からっていうか、なんかちょっと前の方から来てる感があるように見えてました。こういう、はい、こういう感じです。なるほど、はい、これお知り合いの YouTuber の人が、はい、やってたやつをそのまま丸パクリしたやつなんですよ。そうなんですね。見てください。これ絡めっすよね。あ、ちょっと苦痛でした。ちょっと。じゃあ、絡めこれぐらい。すいません。はい、なんかもういきなり小指がこう、潜るかと思いました。ちょっと待ってください。これは軽いですよ。すごい。ここ。なんか米粒みたいなのが。ありますね。音拾えましたかね。ふりって言いますね。ちょっと待って、はいはいはい、ちょっともうちょいは、ちょっとなんかこう、イルカにこう上がってってもらえると助かる。そう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 
い、そうですね、そうですね、はい、なんかこう、はい心の準備をしながら、はい、すいません、すいません、もういきなり速球がズバンときた感じで、もう、ててあ、今日ひどいわ、あ、いててててでも前回以上にちょっと今日、ちょっとコンディション悪いですよね、なんか、はい、でも、一つの周囲はそこまででは何分から後の方が、そうですね、はい、いや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 これ本当にね大げさじゃないですはいはい本当にちょっと冷えてますね親指が。ああそうですか、そうですか、ああ首のところ切ってますね、また指のこっち、そうそうその辺も、ああいいっすいいっすいいっす、いやー本当に理想的にはもう、あー気持ちいいですねーっていう動画にしたいですけど、いや先生さすが、もう本当に気持ちいいリフですねーっていう動画に したいですけどね、なんかもう、なんかこう苦しみながらこう飛び上がるような感じになっちゃいますね、やっぱ、あ助かります、もうこれこういう感じにしてくれて、はい、緩やかに、はい、多分あの、はい、よくある、うん、リラクゼーションの、はい、リフレ動画っていうのはこういう、はい、あーですね、感じで、はい、なんかこう緩やかなこう、はい、音楽 BGM が流れて、かけて、そうですね、そうですね、そういう感じで、はい、お疲れ様でしたみたいな感じだと思うんですけど、はい、リアルは違います、はい、そうですね、はい、そうですよ、悪いと痛いんですよ、そうですね、いやーやっぱ腎臓系ですか、腎臓か膀胱、尿道か膀胱へ行くやつ、そうですね、こういう解説入れた方がいいんですかね、はい、やっぱどうでしょう、そういう解説いらないのかな好きな方と嫌な方と、そうですね、そうですね、いますからね、とりあえずあの黙っときますなるべくいつもね、ゆっくりと、はい、すいません、ありがとうございます。